さて皆さんおはようございます。今日もマインクラフトのアップ&ミルク&ティー2のモッドの続きを遊んでいきたいと思います。前回お酒を作るところでしたが、そうです、酵母を作ったところでした。酵母から次は日本酒などを作る場合、もろみというものをクラフトしないといけないのですが、酵母と水バケツとお米を3つだそうです。レシピは水バケツはある。お米を3つ、これは小麦をおろし金でおろすと米になるはず。前回やりましたね。おろし金はどこだった、こっちかな、あったあった。米、これでもろみを作る材料はそろったかな。作業台がいるな。作業台向こうの家にも作っといてよかったな。作業台をこの辺に置いとくか。酵母、水、米、米、違う？なんか間違えた。レシピ確認しますね。これ見ると水バケツじゃなくて単なるバケツですね。情報が間違ってたかな。今度こそ酵母、バケツ、米、できました。もろみで、もろみができたらこれを樽に入れるんだったかな。もろみを持ってバケツを右クリック。よし、空バケツが返却されて、で、パスド0デイズ、0日経過と書いてありますが、ゲーム内時間で4日ほど経つと日本酒が完成するそうです。完成した日本酒は確か一升瓶で組み出すということなので、先に一升瓶を作っておきたいですね。となるとガラスだから砂が必要か。ガラスと鉄も使うんだよな。ガラス、鉄、よし、これで一升瓶1本か。結構コストが高い。砂を集めますか。砂を集める。もう夜か。おやすみなさい。おはようございます。さてと、一升瓶が1本では足りないと思うので、一升瓶をもっと作るために砂を集める。
の、いくつ集めればいいんだ。まあいいや。16個あれば十分だろう。あと2つ。あと2つ。砂を焼き、とりあえずもう一個は作れるか。さて、暇な間木でも切っておきますか。実はこのモッドを楽しむために何をしようと思って考えて、食べ物の博物館みたいなものを作ろうと思ったわけです。なので、このモッドで作る、あるいはバニラの食べ物をたくさん展示するわけですが、結構広いスペースが必要になるかと思われるので、整地を頑張っておきたいと思う次第ですね。整地の前にまず木を切って、木を切るのも整地のうちか。そうそう、砂焼けたかな。こっちじゃない。十分。これで一升瓶が4本。一升瓶4本で何かできたかな？できないか。一升瓶9本で、一升瓶を収納するボックスがクラフトできたと思うので、とりあえずそこまで一升瓶を作りたいので、もうちょっと砂を集めます。この辺からいただいていくか。8個で十分か。砂を焼いている間にまた木を切りますか。整地ですね。この辺に博物館を建てたい。食べ物博物館を。
な焼けたかな。ちょっと空腹度が減ってきた。空腹度、満腹度が減ってきたが正しい日本語か。まあともかく、ご飯まだあるよね。ご飯をつぐ、食べる。ごちそうさまでした。さて、砂と鉄、あれ？あ、鉄あった。これで川の一生分が9本になって、川の一生分9本でできたボトルケース。ボトルケースは設置できて右クリックで一生分を取り出せる。ああ、一本もなくなるとボトルケースごと消滅するのか。ちょっといいブロックですね。とにかく、ボトルケースはこの辺に置いておきますか。ちなみに、あ、もう2日間経過してるのか。4日経過するとお酒ができるんだったかな。さて、さして広い面積をやったというわけでもないのですが、しばらく整地をしていました。この辺りです。この整地の作業をしている間にもしかしてお酒ができたんじゃないかと思うので、ちょっと確認に行きたいと思います。素手で右クリック、素手。はい。お、これはお酒ができたということでしょうか。ちょっと素手で、いらないアイテムを預けて、いらないアイテム、おろし金でも預けておく。日本酒ができてるっぽいので空の一升瓶で、お、日本酒ボトルの完成ですね。これは、日本酒ボトルは、右クリックで一気飲みしたりするのか？あ、違うね。日本酒ボトル、これは、どうやって飲むのだろうか。お、ポンと置いた。これをマグカップで、飲むのかな。えい、お、日本酒。ああ、日本酒ってこういう風になるんだ。設置するとそれっぽいですね。手元にあるときはただのコップですけどね。で、これを右シフトをしながら右クリックで飲むのかな。何か効果がつきましたが、反射と空腹。え、お腹すくんだ。反射ってなんだろう。敵の攻撃弾き返すのかな。ちょっと試してみたいところですが、今は仕方ないですね。近くに敵もいない。さて、とりあえずお酒を作ることはできましたが、これお酒作って終わりという最終完成という感じでもなくて、結構いろいろレシピが、カクテルとかのレシピがあるはずなんですよね。見てみると、あれ、日本酒を使ったレシピは、日本酒を使ったレシピはないのか。じゃあ日本酒ボトルを使ったレシピ、
みぞれ酒。かき氷機なんてあるんだ。これは何だ？あ、日本酒作る。あれ、もうちょっとなんかいろいろカクテルとかあったような気がするんですけど、どうやってやるんでしょうね。なかったかな。ともあれ、お酒を作るという当初の目的が達成できたので、今回はこの辺で終わりにしようかな。皆さんご視聴ありがとうございました。それでは。